野球で1回から9回で一番得点される回が何回かというのを調べたデータがあったんですけども、確かテレビでやっていたんですが、で、番組名とか放送局、日付などは全くわからないんですけども、自分が思ってたとは違う結果が出てきました。一番得点が多いのは1回なんです。野球の1回って言うとあんま点が入らないものなのかなと思ったんですが、実際は、1回が一番点数が入るということでした。